分科会を再開いたします休憩前に引き続き質疑を行います岩澤委員、えー、それでは午後からですがよろしくお願いしたいと思いますえー、っと私の方からですねまず一つ目に、えー、京都市の えー、オープンデータの推進ということであのお尋ねをしたいというふうに思います。で、えー、これはですねあの、昨年度、我々もこのオープンデータの、えー、取り組みについて、えー、京都市にもあの提言をさせていただいたところでありまして、えー、今年度ですね、あのその、 利活用の推進に向けた提言書のことについてもしっかり検討いただいて予算化もしていただいているというところでございますが今回昨年度は600万予算がありましたが これが280万ということで、予算の内容だけを見るとです、ね、まあ、半減以下にはなっていると、ただ、当然28年度と29年度では事業も違うというふうに思いますので、この予算の内容について、今年度と来年度ですね、ここの違いも含めて、ご説明をいただきたいというふうに思います米谷情報化推進室長。 はい、あの岩瀬先生ご質問のオープンデータの件でございます。あの昨年28年2月に、えー、公明都市会議員団様から、オープンデータの利活用の推進に向けた提言書をいただきまして、えー、我々も並行して取り組んでまいりました、平成28年9月に、京都市オープンデータ推進ガイドラインを策定いたしまして、全庁を挙げて、オープンデータの推進に取り組んでいるところでございます。 平成28年11月の末に市民等が利用しやすい環境整備としてオープンデータポータルサイトというものを構築開設いたしまして現在ご利用いただいているというところでございますあの並行しまして市民さん市内中小企業さんとともにですね意見交換会を実施するなどもやっております 予算の600万が280万になったのはなぜかというお尋ねでございますが、昨年度はあのオープンデータの先ほど申しました、ポータルサイトの、あ昨年度では今年度ですねオープ、オープンデータのポータルサイトの構築に、イニシャルコストとしてだいぶかかりましたので、来年度、29年度はランニングベースということで、280万をお願いしているものでございます。岩さん、はい この京都オープンデータポータルサイトということで私もあの拝見をさせていただいておりますあの現状ではです、ね、あの拝見をさせていただくと、まあ、あの全データのセット数は230ということで、まあ、それぞれ観光産業文化芸術安心安全 それから子育て、教育、その他市政情報というようなところであの各データが掲載をされております。であのしっかりとあの一つの,この市民への公開ということでこの取り組みを進められていただいていることはあの評価をしたいというふうに思っているところですがこの中でですね、まああの 実際あのどうなんでしょう、この観光産業であるとか文化、芸術、えー、アプリの開発もあ2つか3つございましたが、えー、実際にこのどれぐらいの方が、ですねこれをあの、まあ、今後、来年度はこのランニングコストに変わっていくということですので、えー、その市民の方々が今、どんな形でお使いになっていらっしゃるのかというようなところのことについては、あの把握というものは。あの アクセス、アクセスまあ、ダウンロードの、ね、実態がありますけどどう使われているのかというようなところにまで追いかけるというようなことはあのしていらっしゃるのかどうか、お尋ねのアクセス件数でございますが、平成28年11月末、開設でございまして、実質上12月、1月、2月のデータは取れております。 全ページのアクセス件数は6万4000件、他都市に比べてもちょっと多いのではないかというふうに分析しておりますあのただ、アクセス件数がですべ、ね、て市民なのか市民でないのかというところまではちょっと取り切れておりませんあの、東京の方からアクセスしても1件というふうに数えておるものでございます、あとあのダウンロードでございますが、やはりダウンロードが多いのは、 観光に関するもの、えー、観光見物情報ですとか、えー、観光お土産情報、あとあの文化の観点で言いますと、あの二条城の図面というのも結構、ダウンロードの上位に上がってきているというような状況でございます。岩 はい、あのダウンロードのランキングを見ましてもです、ねえー、去年の12月末現在で、えーまあ、旅館業法に基づく許可施設一覧というようなことがあの上位3つダウンロードされているという,ようなことでございまして、まあ、あのここにもこの、えー、その京都市を取り巻く環境といいますか あこれがあの現れているまあ一つだろうというふうにはあの推測があのできるわけでございます。であのもちろんこの 予算の中での話だと思うんですが、このオープンデータのポータルサイトの運営だけではなくて、ですねまあその意見交換会であるとか、まあ、シーズンをどう取り上げるというようなこともやっていくというようなことで言われているんですが、この辺のところは、どんなふうに事業展開していこうというふうに思われているのかお、お尋ねでしょ、小目谷市長、はいあの。意見交換会につきましてでございます。あの意見交換会今年度も、えー 大きいものは二回、えー、企画、えー・実行しております。あの平成二十八年九月には、えー、京都大学様のサマーデザイン・スクールという、えー。院生向けの授業に、えー、我々も共催というか、出場いたしまして、オープンデータをどのように使ったら、何ができるか、ということを、えー、考えるという、えー。ブレインストーミングです、ね、を行っております。また、二十九年二月の四日にはです、ね、あのオープンデータと。 ロボットをどういうふうに活用していくかというのを京都府様と一緒に共同開催しポータルサイトを使いながらですね参加者の方に活用アイデアというものを考えていくいわゆるアイデアソンというものを実施いたしております。来年度も引き続き続このような技研公開会を実施いたしましまて 市内の中小企業様、それから市民様の機運の醸成、これを使ってこうしようというようなものを盛り上げてまいりたいというふうに考えております。岩埼委員、はい、あのありがとうございます。あの兄弟とか京都府とかとあのされているということで、これもあのホームページアップもしていただいておりました。であのやっぱりこうなていうんでしょう、せっかくここまでしていただいて、またあの使っていただいている方もあの環境整備もできてくるというふうに思うんですがあのフィードバックですね。 でこれはあの今、観光情報が多いということでしたがあーこのどううなんでしょうこの、えー、早期の方から観光局の方にえ参観の方にあにデータをまた活用してくださいという,ふうになるのか基本は参観が持っているデータがここに乗っかってきているのかということになるとその使い回しのまた形も変わってくると思うんですが、えー、子育て支援も含めてそうですけどこの辺のデータの 扱いといいますかここはあのどういうような仕組みで、えー、お互い動かされているのかということをお尋ねします小梅谷市長、はい、あの昨年28年9月に、えー、京都市オープンデータ推進ガイドラインというものを作成いたしておりましてあの全庁を挙げてオープンデータの推進に取り組んでいくということに、えー、いたしておりますあのそうですのであの各局で出せるデータはどしどし出していただくという方針で臨んでおりますが 一方ですね、あのオープンデータポータルサイトにも、あの市民さん、もしくは市内中小企業様のあのご意見というか、こういうデータが欲しいという投稿ページも、えー、作っておりまして、そこでいただいたご意見につきましては、えー、関係各局と情報共有をさせていただいて、えー、どうやって出していこうというような議論をさせていただいているところでございます岩佐委員。 内容で出せる出せないは当然あると思うんですけれども、あの一部その投稿ページから、データがこの加工化されて、そしてあのまたオープン化したというような事例はございますか米谷市長。あの具体的に投稿ページから直接的にというようなものは、まだちょっと把握はできておりませんが、あの11月30日の開設時点で215セット。 現在も230弱ぐらいまで来ておりますので、あの随時そのようなご意見を踏まえまして、あのデータを足していただいていると、あとはあ投稿ページの中ではです、ね、PDF で上がっているデータがあって、それをエクセル化できないかというようなご意見もありますので、それについてはあのやっていただいたところもございます。岩 はいいありがとうございますあのそうしましたら、合わせてこのオープンデータとともにですねあの,我々の中でもご要望させていただきましたあのビッグデータですね、この活用についてもあの積極的にあの取り組みを進めていただきたいということであの申し上げておったわけです。で今回のこののこ指針の中にもですね ビッグデータを活用した戦略的な姿勢の推進ということでこの国の地域経済分析システムこれなんかも活用してですね総合的な観光振興や歩いて楽しい街京都 まあこういったところでの規格立案、推進をより効果的に実施をしていきますということで、いていただいております。この辺につきまして、今、ビッグデータの活用の具合については、どうのような形になっているのかと、29年度、次の展開というものが、どのようにお考えになっているのか、お尋ねでいたします。 おっししゃいました地域経済分析システム、REASUS というシステムがございまして、それにつきましては、あの総合企画局、産業観光局をはじめ、いろんなところで活用をしているところでございます、またあのビッグデータを高度に分析して活用して、行政ニーズやの課題行政ニーズとか課題を的確に把握する、それから総合的な観光振興、歩いて楽しいち京都などの分野における企画、立案、推進を、まあ、効果的に実施したい。 また新たな文化政策に貢献できる可能性もあるというふうに考えております、ただ、あの現段階におきましては、そのビッグデータの大元のデータというのはです、ね、民間から購入する必要があるものもございますので、まあ、いろいろな課題、それからあのいた,だいたデータを高度な分析をする職員の要請、それから、えー、膨大なデータを処理するコンピューターがいるのではないか、そういうような課題もございます。 これらの課題を解決するために来年度内部でしっかり検討してまいりたいというふうに考えております岩佐委員、はいあの。最後、この件については最後ですがあの今おっしゃっていただきましたようにですねあの情報としてはあのオープンデータもそうですしビッグデータもそうですし、えー、今は考えられないぐらい。 えー、多くの情報があ,のあるわけですけど、いかにそれを使いこなせるかということがあの大きな次の課題になろうかというふうに思います。で今あの、この指針の中でもあの、10番目に重点取り組みとして、高度な情報化を担う職員の育成と、市民等の情報活用能力、ICT リテラシーの向上ということがあの挙げていただいております。あの 本当にあの職員の方々の,このリテラシーを上げるということについてはです、ね、えー、あの職員の方々も移動もございますので、なかなかどうされるのかなというところはあるんですが、かなり専門性の高いものにもなると思いますが、この点については、どんなふうにお考えになって、この人材の育成をされようとしているのか、お尋ねをしておきます。小梅谷市長 はい、あの人材の育成についてでございます。あの内部でやるにはなかなか難しいものもございます。あの内部で自主的に研修を行いまして、あのさらなる分析を、手法をいろいろ研究するという職員もおりますが、えー、とあの統計担当におきましては、あの統計解析の総務省の統計局がやっております研修等にご参加させていただきまして、ともに国と一緒に高め合っていくと。 いう,ふうに考えております岩委員、はいあのまあ、ますます,です、ね、情報化していくとです、ねえー、あの先ほどのオープン化の話も出ておりましたがあのかなり専門性を有するあの知識というものはです、ねえー、継続的にあの養っていかなくてはならないだろうというふうにあの思っておりますですから本当にあの3年4年で担当が変わったりとかっていうことが果たしていいのかどうか。 まあ組織としての継続性というものは多分保っていただけるんでしょうけど、あその個人としてのリテラシー、えー、専門性、からまた組織としての専門性、えー、こういったものもしっかりと磨いていっていただきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いしたいというふうに思います。えー、答弁をを聞くこととでございますで次にです、ねえー、っとあの大学を核とした地域連携企業連携携企業の推進 とということで、えー、今回、文化庁移転を契機とした文化枠の新設ということであの予算が挙げられております。でこれあのまあ、今回文化庁を起点ということで、まあ、全局がこの文化を基軸にしたです、ねえーまあ、あらゆる施策をこのベースにしてやっていこうということでされているんですが、えー、か過去のこの事業での認定がです、ねえー、見ましたらあの 結構みんな文化違うかなという思うあの事業が認定されているんです。であのこのあれですね、えー、このわ,わざわざ文化枠というふうにこのされたわけですが、えー、この辺はあの、えー、今年度までのこの事業との整合性またその方向性考え方これはあのどんなふうにしてこの文化枠と。 いう形で出てきたのかと、えー、いうところをお示しいただきたいというふうに思います奥井大学政策部長大学地域連携創造支援事業の、えー、これまで、あの本来のこれ,これまでを実施してきました取り組みと、えー、来年度から新たに、えー、実施しようとします文化枠についての、えー、ご質問にございます。 まず16年度、平成16年度から実施しております大学地域連携創造支援事業、ちょっと名屋ございますので、学生に親しみやすい愛称としまして、学町コラボ事業という愛称をつけてございます。この学町コラボ事業につきましては、京都の町の活性化に向けて、学生と地域との連携、共同をさらに広げるとともに、地域に貢献しながら、学生が大学内だけでは得難い貴重な学びと、成長の機会を創出することを目的に、 学生と地域との共同による取り組みを公募し学生によるプレゼンテーションを含む審査を経て採択した団体に対しましてこれまで1件当たり上限30万円の支援金を交付してきてございますで次に文化枠の新設のきっかけについてでございますけれども市内に38もの多様な大学が集積し人口の1割に相当する学生が学ぶ大学の町学生の町京都において学生は文化的な取り組みの担い手として 貴重な役割を果たしており、より一層文化の力で町の活性化を図るために、学生と地域の皆様との共同連携による文化的な取り組みをこれまで以上に促進していく必要があると考えております。そのような認識のもと、学生と地域が連携協同して取り組むこれまでの学町コラボ事業におきまして、文化庁の京都への全面的な移転の決定を契機に、地域を文化するをテーマにしまして、 学生たちが考える地域文化の発展、継承、発信や新たな文化の創造に取り組む地域連携をこれまで以上に促進するとともに、京都の文化の多様性を学生のみならず、地域の皆様にも広く知っていただく機会を創出し、より一層文化の力で町の活性化を図るため、これまでの事業に新たに文化枠を設けようとするものでございます。なお、文化枠の設置期間としましては、29年度から、 4年間のサンセット事業として予定をしておるところでございます。でねその,、まあ、その文化枠の趣旨は分かったんですが、あのー、28年度ですか、えー、と18採用されてますねでこの中身見ますとね「鴨シネマ」立命館大学「鴨シネマ」実行委員会とか「えー、お友達」「音楽の音に友達」「大作戦」 未来アート、聖火プロジェクト、親子で楽しむ人形劇の広場、まあ、あらゆるものがこれ今でも文化と呼べる内容ではないのかなという,ふうに思いますが、この点、どう整理をされているのかあーということをあのお尋ねをしているところなんですけど、この点、いかがなんでしょう。奥井部長 これまでの中にも文化事業岩瀬先生ご指摘のとおり入ってございますで例えば音楽をベースにした地域連携でありますとか、えー、京北地域におきますそれぞれの地域に根ざした学生が入り込んだ事業もございますでまず一般枠これまでの学持ちコラボ事業の一般枠と文化枠の違いについてでございますけれども これまでの学町コラボ事業は、そのまま一般枠として、これまでどおり学生が大学内だけでは得難い貴重な学びと、成長の機会を創出することを目的としまして、取り組みを公募することとしておりまして。 同様に学生によるプレゼンテーションを行ってもらい、えー、実施事業実施をすることとしております。でこれらにつきましては、一般枠で支援する件数としまして、これまで通り15件を予定しております。一方の、えー、来年度から実施します文化枠につきましては、これまでの学持ちコラボ事業の枠組みに加えまして、その審査項目に、学生たちが考える文化の地域への貢献度という項目がプラスされますとともに、文化枠の事業におきましては、 4年間のサンセット事業でありその取り組みの内容を印刷物や映像などの成果物として記録を残し効果的に活用することを求めていますので1件当たりの上限額を一般枠の1.5倍となる45万円の支援金としているところでございます文化枠で支援する件数につきましては2件程度を想定しておりこのことにより京都の町は多様性に富んだ衣食住にともに文化の切り口視点が含んでいる ものでもございますので、学生たちの柔らかい頭で、えー、いろいろな、えー、学生たちが考える文化の保留越しに努めていただければと願っておるところでございます。岩佐委員、はい、あのすみません、な,なんかもうちょっとわかんないんですけどね。そのということで、まあ私は大学生で、これ申し込むぞとなったときに、これはあのシネマで申し込むと思ったときに、これはあれですか、あの文化枠で申し込んだら4年間で 45万円もらえるし、ええー、なと、ところが一般枠でもできると、どうすんやと、どっちでもそうならええにやろというようなことは、どう説明をしていかれるのかということをもう一回お尋ねしたい奥井部長。恐れ入ります。 あの一般枠につきましてはこれまで通り15件おきましてそれに対して文化枠につきましては2件でどちらかというと文化枠の方がハードルがまあこれもどんだけの申請が来るかにもよって変わってきますけど1件しますとハードルが高いものと考えております。 でその分、先ほど申しました支援金につきましては1.5倍の45万円を想定しているところでしてその分、学生たちが文化の掘り起こしをして意欲に富んだ事業を文化枠として来るものを想定しておるところでございますで文化枠につきましては4年間と申しますけれども4年間ずっとではなくて1年あたり1年ごとに事業を支援していこうとしているものですので1年ごとに審査を行う予定としております。でこれまで通りの地域連携 学生を軸としました事業につきましては、当然文化が入っておっても、当然、一食住とありますので、それはそれであの一般枠の方で15件を狙って学生たちが挑んでくるというのも、それも結構でございます。学生が育上の段階で一般枠で勝負してくるか、2件のややハードルの高い文化枠で勝負してくるか、その辺の意欲も学生たちにおいて取り組んでいただきたいと思っているところでございます。岩田さんはいあの 文化を基軸としたということについては大変結構かと思っておりますのでまた学生さんの力もしっかりと活用いただいて地域に根付くまた連携できるものをまたしっかりと支援をしてあげていただきたいということをお願いしておきたいと思います。ももうう最後にしますすが有効都市青少年会議の開催ということいここででれは今もですね えー、お隣の北朝鮮ではです、ね、あのミサイルが撃ち込まれたということで、えー、市長議長名で抗議軍も、あのー、今出していただいたということも報告を受けておりますがやはり、なんと言いましても、あのー、大事なことはその近隣諸国も含めたやっぱり青年の交流、まあ、友達がいると。 いうことは大きな違いだというふうに思いますので、えー、非常にあのこれは将来に向けてもですね、大変あの僕は有意義な事業ではないかというふうにあの思っております。で、ここのところについて、まあ、今回の経過とま今後の流れというものについてあの最後あの簡単にご説明をいただいて質問を終わりたいというふうに思いますんでお願いします。マキ国際化推進室長、はい、有効都市青少年会議でございます。 有効都市との息の長い交流を進めますためには双方の都市に交流を担う人材が絶対的に必要でございますそうした中京都市におきまして既に留学をされている留学生の皆様は京都のことを既によく理解をされた上で出身地に戻った場合その最適なキーパーソンとなる可能性がございます一方で市内の高校生にとりましても友好都市の存在を知っていただき担い手となる 景気と景気を作っていいく必要がございますまた、昨年6月にバート・イシルで宣言を採択いたしましたが、その宣言文の中にも、各都市において若者の見識を深めることが重要であるというふうな宣言文もございます。こうした中で、この来年度、有効都市、出身の留学生と市内の高校生を中心とした青少年による会議を開催して、双方に担い手を作っていくと。 そして将来的に国際化の推進を図っていくというふうな会議を開催するものでございます来年度は京都市内におきまして市民の皆様とともに国際交流を進めてまいりたいというふうに考えております以上でございます、はい、よろしいですかはい進行いたします温塚委員、はい、あの私の方からはまず一点あの、えー 大型汎用コンピューターのオープン化のところで、少しその、まあ、諮問、えー、付属機関の設置のところのことについて、改めて確認したいと思います。まあ、あの2月26日に設置をされて、でその設置をする、この事業検討委員会が設置をされて、その検討委員会設置をするときには、この京都市執行機関の執行機関の設置等に関する条例第2条、第2項の規定に基づきということにあるわけですが、 まあこれでいうと、えー、設置期間がます、まあ、あのこれまでからの報告を含めて、えー、より短い期間の話があるわけですが改めてこの2月26日のこの委員会の場において、えー、どういう期間で、えー、この委員会をで結論を出そうとされているのか、まあ、その辺の話についてもう一度ここの場でもご説明いただきたいと思います田中情報化推進室担当部長。 京都市大型汎用コンピューターオープン化事業すみません検討委員会についてでございます。先生あのご案内いただきましたとおりあの第1回の委員会を2月26日に開催をさせていただいてございます。この委員会でございますけどもあの付属機関 の設置等に関する執行機関の付属機関の設置等に関する条例に基づきまして1年以内の付属機関ということで規則設置をさせていただいているものでございますであのこの設置期間は1年以内ということで規則で設置をさせていただいておりますけれども私ども京都市といたしましては先生方に対しましてはおおむね、えー 3ヶ月で遅延の原因究明、それから今後の裁量の方策について今後の方向性をおまとめいただきたいというふうにお願いを申し上げております。それから第1回の委員会の冒頭委員長から挨拶をしていただいたわけでございますけれども、その挨拶の中でも委員長から5月末をめどに議論をまとめたいというご発言をいただいているところでございます。本塚委員 はいまあ、そういうことで3か月、5月末ということは委員長からも出ているということですのでそれに向けて必要な情報をしっかり提供いただきながら答えを出していただきたいなと思っていますただ、まあ、この3か月の間ではなかなかあの途中報告とかっていうのはしにくいのかなというふうに議会に対してです、ね、思ってましてでその際に、えーまあ、本当に3か月で終わるのかね要は調べれば調べるほどいろいろ課題が出てきて で時間があ若干でも伸びる可能性っていうのはそれはあり得ると思うので、もしそういう状況になった場合にはあのそのことだけは少なくとも早い段階でご報告をいただいて次の目ドというのははっきり示すとかっていうことをぜひお願いしたいなというふうに思います。あのこの期間にとらわれすぎるのも問題だと思いますし、やはりしっかりとした結論を出すということの中で必要な期間っていうのは必ずあの。 要していいただければと思いますのでその点においてちゃんと議会への報告というのは怠らないようにぜひお願いしたいなというふうに思っておりますその上で、まあ、あの現状でいうと福祉系についてが11月そして税重機についてはまあ来年の1月ということをめどに今システム開発していただいているわけですがこれについて現時点ではこのめどに沿って進んでいると。 いうことで認識をしてよろしかったでしょうか。田中担当部長、まずあの期間、委員会の期間の点でございます。あの委員会の冒頭先ほど申し上げましたが、委員長からあの三ヶ月で結論を目指していきたいというご発言がございました。あの専門家の先生方、あのやりきる。 ということで臨んでいただいております。我々スタッフとしてもしっかり支えていくことが重要だと思ってございます。あのしっかりと支えていかなければならないと思っておりますけれども、あのまあこの議論を進める中で、あのなお。 熟慮を要する、そういったような事情などがございまして、この期間について大きく変動があるような場合につきましては、あの先生方にも報告をさせていただいてあの、しっかりと議論をしていただくようにしてまいりたいと、このように思ってございます。それからあー 現在、開発を進めております福祉系のシステムと税と重機のシステムの状況についてでございます。今回、予算をお願いするにあたりまして、稼働の想定といたしまして、福祉系については30年の1月、税、重機については29年の11月という形で予算をお願いしておるということでございます。これらに関しましまて 今のこの事業検討委員会におきまして、最良の方策を考えていただく中で、最終的には確定をさせていきたいというふうに考えております。以上でございます。根津会員、あすいません。あの、えー、今システム開発は継続してやってるということで,ですね。ですからあの。 最終的にどういうようなオープン化の形がいいのか、最善策を求めるということになっていますので、その状況によって変わるのかも分かりませんが、これまでの流れの中で考えているオープン化についての取り組みとしては、この新たなタイムスケジュールに基づいて進められているという認識で構わないですか、そこだけもう一回確認をしたいと思います。田中担当部長。 現在、オンラインの各システムの開発につきましては、a 意開発をしておりますし、またあの一括処理システムにつきましても、事業検討委員会を進めておりますけれども、その中でも開発を継続をしております。えー、想定のスケジュールでございますけれども、一つの目標としてえ事業を進めてまいりたいとは思ってございます。温塚委員 はいまあ、あの最終的にどういう、えー、答申が出され最終その、まあ5、5月末、今の予定でいうと5月,末までに5月末までに調査が終わって、でその後答申が作られて、答申が出されで、皆さん方としてどう判断するかというのは、その後であるわけですが、まああの、その間も開発が進んでいくという状況には変わりないと思いますので、その意味ではそちらについての、えー、現時点での取り組みについて、事態なく進むように、それはあの今の事業者とも連携して、しっかりと進めていただきたいと思います。 で次にです、ね、強敵東南部エリアの活性化方針についてお聞きしたいと思います。あの3月3日の日にこちらの方はもうすでに答申が出ておりましてで改めて事業としても29年度より地域の方そして若手芸術家などの参加するワークショップやイベントの開催とこんなことを進めながら この地域に対しての関心を高めていくということになっておりますが、まずはこの点について、29年度、具体的にどういったことをまあ想定されて、そしてまあこれが次にこのエリアの活性化にどうつなげていこうというお考えになるか、その辺についてもご報告をいただきたいと思います小田プロジェクト推進室長。はいえー、京都駅、東武南部エリアの活性化についてでございます。 あのまあ、来年度、この、まあ、今年度中に活性化方針を作成させていただいて、それを踏まえて来年度さらに取り組みを進めていきたいというふうに考えております。来年度につきましては、予算もお願いしているところでございますけれども、具体的な来年度の取り組みとしましては、一つには、 この活性化方針、どちらかと言いますと、そのまちづくりの方向性、具体的な案と言いますよりも、まちづくりの方向性等を中心にまとめている中で、ワークショップ等に地域の住民の方ですとか、まちづくり関係の団体、また若手の芸術家、さまざまな関係者等に参加していただくような、そういう枠組みのワークショップをすることで、この活性化方針を具体的に進めていく意見、アイデア等を、 いただきたいと思っておりますし、併せてこういう活性化方針ができたことをしっかりエリアの人だけではなくて、衆議院の人にも PR していく必要がありますので、そういう啓発を目的としたようなイベントについても、計画して、活性化方針の具体化に機運を醸成してつなげていきたいというふうに考えております。以上ででございまます、あ、員これまで特にに都市計画局に この東九条の地域について検討委員会があったときからいろいろ発言をしてきておりますけれどもできるだけ多くの方々にこの地域についてより関心を持っていただくそれほど大きな事業であるという認識を私自身持っていますのでこうしたイベントを通じてでもさらにいろんな方々がこの地域について関心を持っていただけるようにぜひお願いしたいなという,ふうに思います。 でまああの,この,、えー、答申の中にです、ね、その河原町通りを挟んで東側、そして西側でのエリアゾーンがまあ,あってそのエリアゾーンごとにいろんな取り組みを発、まあ、柱が4本あってそしてその中で推進項目が掲げられているわけですが、まあ、特にその以前の東九条にあたる東側ですねこちらの中にの中推進項目3番目番に 文化技術関連産業ののの集積雇用の創出といいうのがございますでどちらかというと、唐町通りの西側の方が巡工業地域であり、そして商業地域であるということを考えると、産業の集積とか雇用の創出というのは、どちらかというと、今まで西側の認識であったというふうに思っております。でところが、この東側の第一種住居地域のところの方に、あえてこうした推進項目が入っているということの考え方についてお聞かせいただけますでしょうか。 小田市長はい、えー、東南部エリアでございますけれども、えー、東側の四ヶ町と西側の三ヶ町合わせて東南部エリアとは言っておりますけれども若干あのそれぞれ立地もあの地域の歴史も違うところがございますあの西側エリアにつきましては基本的に隣接したあのところでまたあの今も北側部分には ホテル等も集積していいるような状況がございます一方でこの東側の4か所につきましては、えー、まあ住居を中心とする地域で以前には大変劣悪な住環境生活環境があったところを住宅市街地総合整備事業で 大きく改善してきたところでございます。ただここの立地につきましては、あの北側の数人、えー、地域とも隣接しておりますし、そこに芸術大学の移転もあの決まっております。このエリアの、えー、今までのその厳しい生活環境や住環境のイメージを払拭するために、えー、文化、えー、芸術といった切り口でまちづくりを進めるといったことで、方、え、針、ー、活性化方針案の 柱の中にはそういった類の推進項目を立てててさせいいいいただいているところでございますその中で先生おっしゃいました文化芸術関連産業の集積雇用の消費につきましても西側地域の商業業務サービスエリアとは若干、まあ、あの特徴あの違いにするような内容でございまして推進項目1にまず、まあ、あの北側に芸大が移転するとは申しましてもやはりこのエリアの中にその 創造発信拠点というようなものを誘致してシンボル的に事業等を展開していただきたいと思っておりますしそういったことが実現することでまたさまざまな文化芸術関連の事業者ですとか関係者の注目が集まりこの地にそういった産業が出進出されるというようなことを期待しておるところでございます。あの、えー 基本的には第一種住居地域ということで様々な規制もあるところではございますけれども、まあ、あのこの方針に合致したそういった産業ですとか施設等が進出するような状況がございましたらこの推進項目にも挙げておりますように規制緩和も含めて市民や地域,住地域の住環境との調和も前提とした上えでそういった規制緩和等の検討についても 考えることで実現をしていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。御塚委員、まああの今のお話をお聞うすると、この大手住居地域を含めてこの用地地域の見直しも含めてね規制緩和の状況の中でいうとあり得るということかなというふうに思います。あのいずれにしましても、えー、こうした地域、えー、より多くの方々に魅力のあるものにしていくという意味でいうと。 今おっしゃられたことも含めてぜひそのどういったところとコラボしながら進めていくのがいいのかということさまざまな情報を取っていただく中で改めてここの地域をより市民に身近なそして京都駅から近いというところで 多くの方々にお集まりいただけるようなところになるようにぜひご検討いただきたいと思います、まあ、その上で、えー、ずっと続けてきていることでありますけれどもやはりあの今回のこのエリアについては、まあ、国から補助をいただいて、えー、用地買収をしているという状況の中でなかなかそこについての、えーまあ、規制が外せない状況で、まあ、大変自由度のない状況がまだ続いているというふうに思っています、まあここについては こうした話を進めるというのと同時にです、ね、はまあこれまでもずっと早く先に取り組むべきではないかということを申し出てきてましたけれども、やはりここまで来ているということも踏まえて、一日も早くその国との交渉を進めて、自由度を取れるような状況をぜひ進めていただきたいと思います、あのそれについての決意だけいただきたいと思います小田市長、はい、あの先生、ご指摘いただきましたように。 東側4か条につきましては未利用の私有地住宅市街地総合整備事業で生み出された事業、えー、用地がたくさんございます、まあ、あのこの活用がこの活性化方針を具体化していくための中でも大変重要なポイントというふうに考えております、まあ、これまで、えー、具体的なこういうまちづくりの方針がなかった中で国との協議も具体的に進める こ今はできませんでしたけれどもこれを踏まえてしっかりと土地利用の方向性をまとめて国との協議を進めてまいりたいと考えております以上でございますはい進行いたします吉井委員はい委員長あの午前中もありましたけど市内以外の公有地の活用の検討についてであります600万計上されてますけど改めて具体的にどのように検討を進められるのかお答えください はい、小田市長、はいえー、市内外の公有地の活用の検討でございます。えー、今年度に、えー、町内戦略チームを設置いたしまして、えー、京都刑務所、また、えー、京都公私庁、そして、えー、京都運輸支局について、まあ、対象施設として、えー、移転等に向けた検討をしていくということで取り組んでおるところでございます。まあ、来年度につきましては、えー 600万円の予算をお願いしているところでございますけれども、1、えー、つにはまあ京都刑務所に関して、まあ、民間事業者に調査業務を委託して、えー、来年度、それから再来年度の2年間で、まあ、国に提示する活用に向けた具体的な案を、えー、本質として作成していきたいというふうに考えております。まあ、具体的な内容としましままてははつには、えー、施設の周辺地域、ま、た山 の現状と課題といったようなこと、そして1つには、京都刑務所の敷地を新たに活用する場合の課題といったようなこと、そして山下のまちづくり、京都のまちづくりの観点からのどのような活用方法がいいのかといったようなこと、そして4つ目には、誘致する施設によってどのような経済効果があるのかといったようなこと。 また、加えて移転に要する経費の試算ですとか、敷地の売却や貸し付けの場合の試算等についてもやっていきたいというふうに考えております。あの加えて、京都工事省、京都運輸支局につきましては、先ほども答弁させていただきましたけれども、立地が落丹新都内ということで、関係する企業等への意向調査等を来年度実施していきたいというふうに考えております。以上でございますよし まああの国のね土地ですけど、えー、京都市のまちづくりというのはね、やっぱり住んでいるわれわれ、市民が考えていくことやというふうに、強く私自身は思うんですけど、その部分、どのふうに、としてては考えてありますどなたが答弁されますか、はい、小田市長。はい、えー、まああの いずれにいたしましても、京都刑務所につきましても、その他の施設につきましても、地域と溶け込んで、連携しながら、これまで立地をされてきたような施設でございますし、今、現に教養中の施設でもございます。こういった大きな土地の活用 新たな活用については、市民生活等への影響も大変大きい物事だというふうにも思いますし、えー、昨年度は山科区民の意向調査あの、アンケート調査の中で、京都刑務所の、えー、移転等についてのご意見もお聞きいたしました、まあ、今後につきましても、り、えー、に触れて、まああの、どういう方法かは別にしまして、市民の意見も十分に踏まえながら、えー、こういった取り組みについて進めていく必要があるというふうに考えております。よし いやあ街づくりはわれわれが考えていくのかいかへんのかいうところ聞いてるんですけどはい、私、失礼しました、辻プロジェクト国際化情報化担当局長。 はい、えー、すみませんあの、えー、こういったあの京都刑務所の敷地えっ活用をはじめとするまあこういううの活用こういったときにあの私どもあのしっかりとあの、えー、肝に、えー、肝と言いますかあの授業を進めるにあたって見金、えー、として考えなあ考えなければならないことが二点あるというふうに考えてございますまあ一つはあの京都刑務所の果たされている役割これはあの我々も全く否定するものではないということこれはしっかりと一つはあの押えていきたいというふうに考えています 考えておりますただ一方であの京都刑務所をはじめ国有地の活用を検討するにあたりましては例えばあの今山科区を見ますと東山区について高齢化率が市内の中で2番目に高い。 地域であるとということそれから前回の国税調査におきまして山科区若干ではございますけれども人口が減少に転じているというような状況がございますこういった京都の未来を見据えてさらなる経済の活性化それから人口減少社会の実現を図っていくこういった視点で我々山科区はじめ京都の発展に資するようなちづくりを進めていくにあたってこの京都刑務所というものがこの場所でなければならないのかというちづくりの視点で しっかりと、えー、住民にも最も身近な基礎自治体として、えー、真剣に考えていく必要があるというふうに考えているところでございますよ<し>、はい、あのー、山科ねで、また京都市の発展のためにもちろんその、なんていうの、何かあー刑務所が特別その迷惑施設だからとか、そんなんじゃなくてね、やっぱり発展。 京都市の発展のため、山下の発展のためにはこの土地のね利用をしていくということの中であの進められているというふうにも思いますしね。ただあの京都市と刑務所が移転で対立しているようなねちょっと前に報道がなされました。あの大変遺憾に思ってます。こうしたねあの誤った認識がね広がらないように京都市としても しっかりとそのあたり、えー、考え方を、ね、発信していかなあかんというふうに思うんです、で、本庁の方だけが言うてても飽きませんわ、区役所とちゃんと連携してくださいって、僕何回も言うてきたけど、区役所が先頭に立って、区民の人に、共同市民の方にねあの、説明してもらわなあかんし、分かっていただかなあかんと思うんですよ、候補だけしてもらうの中国で。 そこがやっぱりすごい大切やと思うし、やっぱり区役所の方がね、区民の方と一番接するとこやと思うし、京都市の向いてる方向性について、区役所がちょっとでも違う方向性を出すようなことは絶対にあってはならんというふうに思うし、そういったことをもちろん、区役所はやったらへんですけどね、でも、しっかりと伝えられているのかっていうのは、すごく我々疑問に思うところあるしね、そのあたり、どのように考えてありますか どちらはい。辻し 担当局長先ほどご答弁させていただきました内容を言いますのは、あの我々だけが考えているのではなくて、これ、しっかりと山科区役所、区長以下、山科区役所ともしっかりと意識共有はさせていただいているところでございます、そのような中で今回、山科区の基本計画のアンケート調査、これをされるときに、この京都刑務所の意向調査もセットで、まあ、あの山科区と連携しながらさせていただいたというところがございます。 その結果、あのえー、約区民の方の6割の方が、えー、京都刑務所の移転に前向きである、えー、またあのその説問の中にはあの、京都刑務所の移転が可能な場合に、まあ、その跡地の使い方どう、どうされたいかと、まあ、こういったご質問,も、えー、質問も設けまして、その中では、約8割を超える方が、えー、移転後の活動について前向きな回答をされていたという状況がございます、まあ、こういった状況をしっかりと、えー、山科区役所とも、えー、共有をさせていただいておりますし、今、え、後、ー、 その市と区役所が一体となってさまざまな形で区民だけでなく広く市民の方に対してあるいはまあ国に対してしっかりと我々の思いというものを伝えていきたいというふうに考えてございます吉井<し>山下ね堀池区長やけど堀池区長も一生懸命この部分についてはやってもらってるというふうに私自身は思ってるけども区役所全体としてどういう方向性を向いていけてるのかっていう部分についてねしっかりともう一回ね 本庁と区役所と連携していただいて、これについて、同じ方向を向いて、ね、進んでいっていただくということを改めてお願いしたいというふうに思いますけど、局長、どうですかね藤原総合企画局長。えー、た,ただいまあのご質問がございました、あの山科区役刑務所をはじめとする私有地以外の国有地の活用ということは、 あのまあ、地域の住民の皆様はもとよりです、ね、全市的な観点にとってみても、京都の未来、将来を担う上で、本当に避けて通ることができない、むしろ積極的にです、ね、それをどうしていくべきかということを考えていく時期に来ておると思います、もちろんあの、例えば京都刑務所についてはです、ね、地元の山科区役所との連携融合。 これはもうあの、これまで以上に今後もさせていただくつもりでございますし、その上で、えー、区民、市民のご意見を聞き、なおかつ、司会のご提言、ご意見を踏まえながらですね、えー、夢のあるようなあ将来のまちづくりの絵ができればあいいなというふうに思っておりますし、またそういうことをしなければですね、これ、なかなか移転しがたい大規模な国の施設でもございます。国に京都市の本気度あるいは熱意 そういうものを示していかないとなかなか前へ進んでいかないものと思いますので、えー、決意を持って臨んでまいりたいというふうに思っておりますはい進行いたします、樋口福久、えー、京都駅周辺の,あの活性化の構想や方針について地域経済の活性化という観点から、えー、今日はお聞きをしたいと思います。 京都駅西部エリア活性化放送では七条通りの商店街の活性化が課題に掲げられていますこの課題にの解決にしっかりと取り組んでいただきたいと思っているんですけれどもこの間あの掛け声はかかるもののそれが具体化されていないなというふうに感じています例えば京都水族館ができて5年になります 鉄道博物館ができて1年近く経ってこれらの施設にはたくさんの人が集まっているということは報告をされています一方でそれが商店街の活性化につながっているあるいは京都の地元企業の活性化につながっているということにはなかなかなっていないなというふうに感じているんですけれどもいかがでしょうか。 山本事業推進担当部長、はい、えっとあの京都駅西部エリアの活性化、えー、商店街の活性化についてのご質問でございます。今あの先生おっしゃいましたように、えー、この間ですね、えー、梅小路公園ですけれども、あのまあ、例えば、えー、22年には約7 0万人であった、えー、梅小路公園の入園者数が 宗広場の開園、あるいは水族館の開業などによりまして、26年に四470万人と、大幅に増加しているところでございます、またあの昨年、鉄道博物館が4月に開業いたしまして、1月現在で120万人ということで、大幅に増加しているところでございまして、ますます JR 新駅の開業とも伴って、増えていくものというふうに考えてございます。そうした中で 私ども出たしましては、やはりこの地域経済、商店街の活性化ということを念願してございまして、この多くの人でにぎわう梅工事公園のにぎわいを、この公園内にとどめるということではなしに、地域全体に広げていくと、例えば商店街、あるいは島原、日水のリサーチパークなどへのこの人の流れを広げていくことが大事であるというふうに考えてございます。 であのこの間の具体的な取り組みといたしまして例えば、えー、JR 西日本さんが中心となって、えー、京都・目工事みんながつなぐプロジェクトというエリアイマネジメント組織立ち上げておられまして、えーまあ、あのそれらの取り組みが回遊性を高めるとあるいは、えー 京都駅から目幸寺のルート上にモニュメントバナーフラッグを設置するということで開業を高めたりにぎわい創出のイベントをやっているということで数値的には人数が増えているということとそれからさまざまなにぎわい事業があるということで。 活性化しててていいいるるととながっうふうに考えておりますなあの地元の商店街の方の声といたしまして水族館、鉄道、博物館の影響により環境観光客の方が増加してて、えー、うまく取り込んでいきたいと、えー、通りはにぎわってにぎわいつつあるんだという,ふうな意見も聞いているところでございます樋口幸久たくさんの人が集まってきてはいるとでにぎわいも創出をされている。 それをこれからなんとか取り込んでいきたいというお話だったと思うんですね。なかなかだからこの間のそういったところに来ている方たちが地元のところでどういう形で商店街やあるいは中小企業にいい影響を及ぼしているのかそこで私はやっぱりやはり疑問を持つんですね。で今みんながつながったプロジェクト紹介がありました。 まあの企業さんを中心に40社ほどがまあ参加をされているというふうにお聞きしてますけれども、ここにはの地元の商店街からの参加というのはどれほどあるんでしょうか、あるいは地元の中小企業はどれほど参加をされているんでしょうか山本担当部長、今、つながるプロジェクトのご紹介ございましたけれども、40団体の構成ですけれども、うち38団体が、 このエリア内にあります、えー、企業さんということで、ちょっとあの、すみません、あの、どういう区分で中というか大企業小企、えー、中小企業というのがあれですけれども、あの、38企業が参加されておられます。えー、加えて、えー、2つの自治連合会が参加されているというところでございます。さん はい、あの地元の自,自治連さんは参加をされていて、まあ、企業は38という話でありましたけれども私もホームページ見させていただきましたけれども大企業、多いですねあの、まあ、確かに地元に JR さんは確かに地元にありますけれどもこれ、地元の中小企業ではないですよね、まあ、一番、まあ、あのメインでやっているのが先ほども紹介までありましたこの JR さんということであるようですけれども 私そういうところにどう地元のこういった商店街やあるいは中小企業が参加をしていくのか来るのかそういった方たちとどう連携を取っていくのかそこが大事だと思っていますあの第一市場の敷地の7条通り沿いの敷,地の敷地をにぎわいゾーンというふうに位置づけて で高度利用地区の指定で、要積率の緩和という規制緩和をして、ホテルとにぎわい施設の誘致を図るということになっていますけれども、ここに関しても、私、これがどのように商店街の活性化につながるのか、えー、よくわからないんですけれども、何かイメージがあるんでしょうか。山本担当部長 まず先ほどのつながるプロジェクトの取り組みですけれども大企業ばかりということはなしに企業名差し替えますけれども中小企業も参加されておりますで何より大事な点はそれぞれの参加企業が協賛金等を出されてそれを主たる財源として地域の方々と,とともにエリアの持続的なにぎわい回遊性の向上を推進しているということで大企業自分たちがにぎわうということなしにエリアの活性化を目指してエリアのさらなる魅力を向上に取り組んでい 組んでいるということが大事かというふうに思っておりますそれから、えー、にぎわいゾーンですけれども この1月から事業者の公募を開始させていただいてございまして、夏ごろには選定委員会で契約候補事業者を選考する予定でございますで。この施設ですけれども、募集する施設ということで、中央市場、あるいは商店街と連携したにぎわいを創出する施設ということで、募集をしてございまして、新たな人の流れを生み出して、商店街はじめ地域の活性化の起爆剤としてまいりたいというふうに考えてございます。で今回です、ね、この募集にあたりまして えー、募集要項には 地域のまちづくり、商店街の活性化への貢献、あるいはの回遊性の向上を高めること、それから正規雇用の創出、市内事業者の活用、さらには京都の伝統文化、伝統産業等の活性化につながる物品や技法の活用といったものを、本市が求める提案として掲げてございまして、そういった事業内容を評価することによりまして、地域の活性化につなげていきたいというふうに考えてございます。 今、こうなったらいいなということが項目に掲げられているというのは分かったんですけれどもそれが本当に具体化されるのかというのが問題なんですね先ほどから来指摘をしているように水族館、鉄道博物館ができてもなかなかそれが地域の経済の活性化につながっていないという現状があるさらに今回のようなホテルとにぎわい施設を作っても そこには人が行くかもしれませんけれどもそれが商店街の活性化地元き中小企業の活性化につながっていくというイメージが、ね、今の話を聞いてもどうするんだろうかと分からないんですよねさらにこの京都駅西部エリアも,エリアも含めて京都駅周辺は都市再生緊急整備地域に指定をされていて大手企業が都市計画さえも自由に提案できるとこういう規制緩和を行っています。 都市計画というのは本来住民の願いを実現をするために公の責任で提案するべきものでありますそれを大企業の手に委ねるという規制緩和をすることで外から大手企業を呼び込もうというこういう発想だと思うんですけれどもそうした大,手大商業施設のような類のものを呼び込,んだ呼び込むことで えー、地元商店街が活性化をした、あるいは地元中小企業が活性化をした、まあ、こういった何か参考になるような例はあるんでしょうか山本担当部長。えっとあの 都市体制緊急整備地域の活用ですけれども、まあ、大手が自由に提案というご指摘でございましたけれども、あの今回の整備地域のことにつきましては、大規模災害時の滞在者の安全を確保するといった側面、あるいは民間の土地開発事業者を支援することによって、土地の利用転換を図るということが目標でございます。であのさらには 道路公園などの公共施設整備を伴う場合に限って都市計画の提案をすることができるというふうにされてございますまたあの当然新景観政策の考え方を踏襲しまして都市計画審議会や計 警官審査会等において厳格な審査を得る必要があるということで、えー、自由に提案できるということではないのかなというふうに考えてございますそれから、えー、とまずまちづくりに関してですけれどもあのこの間、まあ、全国的な流れで言いましてもエリアマネジメント組織 が中心となっていろんなまちづくりを展開しているというのが全国にただございまして私ども今回にぎわいゾーンを募集する中でにぎわいゾーンの事業者にはまちづくり組織に参画することを求めてございますそうした中で商店街地元自治連それからこのにぎわい施設さらには 私どもで事務局を施設買っております、京都駅西部エリアまちづくり協議会、これが商店街、自治連、それから東西本願寺さんも含めて、さまざまな地元の方々に、中央市場の代表の方も含めてですけれども、参加いただいてございまして、そういった入りマネ組織を通じて、まちづくりを行っていきたいというふうに考えてございます。生都市再生緊急整備地域は えーまあ、自由に提案できるものとは違うんだと、まあ、それはあの、えー、都市計画審議会にかかるという話はその、それはその通りなんですよ、ただ私、先ほど指摘をしたように、私、本来ね、都市計画っていうのは、そこに住んでいる住民の皆さんが、あーどう,ういいまち、えー、づくりしていくのか。 ここを基準に行政が責任を持って、公江だけが責任を持って、ね、提案すべきだと思うんですよ。ところが、この都市再生緊急整備地域というのはね、企業が提案ができるんです、まずは。それに関して確かに都市あの京都市がそれをに対して少し手を加える、あるいはあの都市計画審議会で審議をするとありますよ。でも一番最初の出発点が違ってるんですよ。しかも この地域で、この京都駅周辺という、ね、一等地で5000平米、1万平米という、ね、単位なんですよ、これ、提案できる企業というのは。これね、中小企業がね、こんな、ね、大きな、ね、土地を持てればはずがないですよね。だから私、こういう提案をね、できるようにしたということ自身がね、私ね、ちづくりという考え方からして、やはりね、問題あるなというふうに感じています。 あのエリアマネジメント組織などを立ち上げていくんだという話がありました、そういうところに、ね、あの地元の方に入っていただく、中小企業に入っていただく、私、そういうのは大変、ね、重要だと思っています、右京区役所が地元の中小企業団体と連携しながら、地域での循環型経済を作るために、地元企業や大学や NPO などが連携する場の設定などの取り組み,が取り組みを始めているんですね。 こうした事例があるんですから私はあの京,都市京都市の、ね、外から大手企業を呼び込んできたら活性化をするようなそういう幻想を振りまくようなことをやめて今ある地元企業しっかりと支援をすることに力を入れるべきその,ためにこそ,、うん、そのための施策,施策こそ私真剣に、ね、追求するべきと考えましたけどいかがですか。 山本担当部長。あの、今回の、お、緊急整備地域ですけれども。 ポテンシャルの大きな高まりを踏まえまして、活性化の機能を確実とするために、エリアのさらなる魅力の向上、あるいはにぎわいの創出を図るためのものであるというふうに考えてございまして、それが引いては地域経済の活性化につながるものというふうに考えてございます。あの今、ございました通り、先生おっしゃいました通り、私どもも今現在、エリアマネジメント組織を昨年から立ち上げて、動き出してございます。 先ほど繰り返しになりますけれども、にぎわいゾーンの事業者、あるいは、えー、地元商店街とともに、えー、一緒になって、ま、え、ち、ー、づくりを進めていきたいというふうに考えてございます今の方針が引いては地域経済の活性化につながるんだという話がありましたけれども、本当にそれがね、えー、なかなか今の話を聞いていても、私、具体的にイメージがね、割れていか,ない,いかないんですね。あのでこれは東東南南部部エエリリアア京都駅の東南部エリアでも 同様のこととが言えると考える考ていますこの地域は現在活性化方針づくりが、えー、進められていますけれどもすでに2015年11月1年半ほど前に商業業務観光サービス機能を集積させるとして河原町通り,、えー、通り周辺において高崎規制が緩和をされています新景観政策ができて以降、えー、これまそれまでにも 地区計画などの特例的な手法で高さ規制に穴を開けることは行われてきていましたけれどもこの地域の場合はそもそもの都市計画を変え高さ規制を緩和した初めての例であります。新型緩政策は高さ,高さ規制の強化さらにダウンゾーニングの方向を示して50年後100年後を見据えた京都の景観を作っていくという政策であります。 ところがここでは高度地区というそもそもの都市計画を緩和してしまっておりこれは新景観政策の大きな方向性を否定するものと私は言わざるを得ないと思っていますそうしてまでも商業業務観光サービス機能を集積させることで地元の中小企業や地域経済にとってプラスになることがあるのかここでも私はね やっぱあのイメージがわからないんですね現在、東南部エリア活性化方針が検討されていますけれども、策定委員会に本社が事務局として提案した内容を見てみますと、商業、業務、サービス機能等の集積を図るとして、そのために規制緩和や特例制度の活用など、必要な施策を検討するとしています。先ほど少ししこのの話もありましたすでに神経管政策の方向を 否定するかのような規制緩和が行われているのにさらにその上にそれに上乗せして規制緩和をしてここでも s v エリアと同様に外から何か商業施設やホテルを呼び込むこういうことで活性化を図ろうとしていることのように感じるんですね。それが地地元ののの商店活活性性化化や地域経済の活性化に つながるというふうに考えているんでしょうか。小田市長、はい、京都駅東南部エリアについてでございます。あの東南部エリアの活性化方針の中に先週おっしゃいましたように、いわゆるこのエリアの 活性化を実現するための、まあ、規制緩和や特例制度の活用といった、えー、推進項目を掲げているところでございます。あの東側エリア、また西側エリアにかかわらず、えー、この活性化方針に掲げております文化芸術と若者を基地としたまちづくり、また若者の移住・定住などを促進するための取り組み、まあ、京都駅周辺の都市機能の強化に向けた取り組み、こういった、まあ、方針に掲げた まちづくりの方向性に合致し、エリアの活性化に寄与するような施設等を誘致する場合や、そういった事業者からの提案等がある場合には、あの市民生活や住環境との調和を前提に、必要に応じて規制緩和等を検討し、対応していくことで、エリアの活性化が図られ、結果として地域経済の活性化にもつながっていくと、このように考えております。以上でございます日口福下、あのー 東南部エリアのところでは確かに文化芸術というような言葉も出されてきていますただ私指摘したのはこの商業業務サービス機能の集積を図るというこういう方針も掲げているこの部分に関して言っているんですよその,ためにはそのためにもこういった機能をこういった方針に沿って 規制緩和も行うんだとを言っている結局ね先ほど来私指摘しているように規制緩和をしてなんか外から大きな商業施設来てもらったらそれで町は活性化する私活性化という言葉そのものがね一体それどういうイメージに持っているのか外から企業に来てもらってたくさんのお客さんが来てもらったらそれがイコール活性化なんだ そのためには規制緩和必要だ。まあ、こういったね。なんかもうそれしかないような。あのイメージがね、どうしてもつきまとうんですけれども、いかがですか。小田市長。はい、えー、本、あの東南部エリアにつきましては、えー、これまで。 特に東側の四ヶ町において長年の厳しい住環境ですとか生活環境を背景にして地域住民の方々が主体的にちづくりを取り組んでこられたような歴史や経過があるところでございます本エリアが活性化するということにつきましてはこの方針に基づく取り組みを具体化をしていくことでエリアを訪れる人の流れが生まれまた若者をはじめとする転入者が増えエリアで働く人や学ぶ人が増え 新たに地域住民の方々との交流も生まれると、そしてコミュニティの活性化も含めたにぎわいが生まれるということが、このエリアの活性化というふうに考えておりますし、大企業が来て、そこで事業を展開して、そこで完結するというような本方針ではないというふうに考えております。以上でございますささんあの住民の皆さんが 積極的的にににまちづくくりに参参加加する主体的に参加をしていくそういう仕掛けを作っていくこれは本当に大事だと思うんですよそれは本当に進めていっていただけると思うんですただそれにプラスして先ほどあの指摘をしているように商業業務サービス機能との集積を図るんだそういう地域なんだということも規定しているわけですよねあの京都駅周辺見れば大型 家電量販店ができそして大型のショッピングセンターができデパートができそうした施設にはもう人がたくさん集まっているでも地元の商店がその恩恵を受けているのかといえばそんなことない京都経済がそれで活性化しているかといえばそうでもない地域経済の活性化を考えたら私,私はねこうした呼び込み型の開発はやめて 先ほども言いましたけれども、やっぱり地元の中小企業、頑張っている中小企業、しっかりとね、応援して、元気にしていく、地域内での循環型経済を作ること、私は行政はそのための方策を真剣に追求するべきだと考えています。以上ですす進行いたします久保委員、はい はい、それでは、よろししくお願い申し上げます、えー、まず、29年度の予算編成の考え方でございますけれども、もう午前中からもあの答弁、もございましたけれども、あの文化庁の京都移転を機にです、ね、文化を基軸として、 産業政策,政策やですねまあ観光政策をですねまあ総合的に展開することによってまあ京都経済を活性化していくということを、ですねあの門川市長も何回もあの言われておりまして、まさにこの文化芸術の力でですねまあ京都を元気にし、日本を元気にし、そしてまた地方創生をですね実現していくと、こういうことをあのがあの趣旨だと思います。 それであの本市の政策全体をですねまあ統括されておられるまあ総合企画局でございますのであの予算編成にあたりまして各政策分野とですねえ文化との,この連携融合を図られてあの文化の力によってあの全国の地方創生をですねリードしていくとこういうことをですねあの予算表にも書かれているわけでございますけれどもここのところのをですねあのえどう、えー まあ政策全体を統括されている本本局としてですね、どうどうさどう各局が出てきた政策をですね、同文化と連携しながらですね、この新たな考え方といいますか、そういうことをですね、あのされたということをですね、あの、えー、まあそこのちょっとことをですね、あのお聞きしたいと思います。山中政策企画調整担当部長。 はい、今、久保先生の方から予算編成にあたっての文化を基軸とした編成の在り方についてのご質問をいただきましたあの当然、財政の方で来年度予算の編成は中心になって進めていきまして、各局とやり取りしながらということでございますけれども、特にあの今回、大きなテーマ、文化庁移転があるということで、それを踏まえて、 文化を基軸とした政策をしっかりと固めていくとそれを打ち出していくということで今回、総合企画局の方でも特に財政と連携してまた各局と調整をしながら文化と産業、観光あるいは福祉、教育まちづくり等々さまざまな連携の視点を大きく据えた編成ということで この間編成作業を進めてきたところでございます。当然今後にあたっても財政またあの総合企画局としての調整機能も果たしながら文化を基軸とした政策これあのこれから新たに進めていくということでございますので手探りの部分もまろうかと思いますけれどもしっかりと京都市が全国のモデルになるような政策を進めていきたいというふうに思っております。久保委員、はい、あのまあの長調のこの六十三ページにですねあの 私どもの岩浅議員の方からも伺いました文化庁、文化力を基軸として政策分野の融合を図った事業としてですね観光と産業との融合福祉、子育て、健康長寿との融合また教育、大学政策との融合また、まちづくり、地域活性化との融合こういうことが書いてあるわけでございますそれで主な新規事業、従事事業を見てもですね あのまあ、文化の力によってです、ね、この全国の地方創生をリー,ドしリードしていくんだと、こういう割にはです、ね、もう少し私は事業の落とし込みといいますかこの展開の仕方といいますか文化とのこ連携をです、ね、もう少しあのできる部分もです、ね、あ,のあったんではない,ないかなと思いますけれども、まあ、それは各局が。 まだまだそこまでそういうことの政策ができていないのかです、ね、また、本局はです、ね、今、各局から出てきている事業をです、ね、この文化と連携させまたこれも新たな展開としてしていくと。ここうういうことがあの、えー まあ全国の地方創生を理由としていくとこう言っているわけでありますので、少しここのところがですねちょっと物足りないな,な,なとこう思うわけでございますけれども、どうでございましょう山中担当部長。 はい、あの予算の項目の部分で、えー、文化と各種政策分野との、ね、融合をかった事業ということで、えー、長町の方にも挙げさせていただいております、あの項目で見ますと、あの先生、えー、ご指摘の観点かと思うんですけれども、まあ、なかなかあのこれがリードをする事業であるというように見えない部分があるかと思いますけれども、えーまああの、幅広くさまざまな事業、 文化を基軸ということで進めていくべきということの事業を、この大きなこの体系化する中で、こういう形でお示しをさせていただいてます、まだまだこれでこの予算編成、この事業を挙げたことで十分だと思っていません実施、実施段階でさらに各局と調整しながら、深めていくという、有効な事業にしていくということが必要であると考えております。 確かにあの非常に難しいことだと思うんですね、まあ、確かにこの文化による地方創作とこう言いましても、例えば産業政策でもです、ね、まさにこの医療的な経済の発展からです、ね、この資質的な経済の発展に変えていくと、具体的にどういうことだと、こういうことを言ってもです、ね、なかなかあの難しい。 と思うわけでありますしたがってまさにこの具体的には例えば音楽とか芸術とかですね映像デザインソフトこういった産業をですね伸ばす環境を作っていくまたそれをどう政策にですね連携融合させていくとこういうまさにこの新しい今取り組みだと思いますあのしかし今あの文化庁が全面的にあの京都に移転するということでまさにこの京都の,あの進化がですね まさにあの今、問われているわけでございます。また、のその政策全体をですね、統括されている、私は当局のですね、進化も問われていると思いますので、どうかあのまたあの政策段階でですね、あの実施段階でまた、融合作もあるということでございますので、あのよろしくお願いしたいと思います。あの次は、町、人、仕事、心、京都と創生、総合戦略の,です、ね、あの進捗状況について、お伺いをしたいと思います。あの人口減少 まあ、超少子高齢社会そして2020年東京オリンピックが,がございますので非常にあの東京一極集中ということをまあ是正をするとこういうことで今国の地方創生総合戦略と整合さしまして27年度から31年度までの5年間の京都総合京都創生のですね、まあ、総合 戦略がスタートしたわけでございます。あの来年度のこの29年度はこの中間点にもなるわけでございますので、現在のこの進捗状況へですね、まだ取り組み内容、またああ何かあのここでのですね課題等がですねあの出てきていればですねこういったことも含めましてお教えていただきたいと思います。松野創生戦略市民共同推進部長。はい、総合戦略の進捗状況でございます。 この総合、えー、戦略については平成27年9月に策定いたしまして、えー、平成28年度は本格的実施段階ということでございます、えー、まずあの人口の状況でございますがご承知のとおり、えー、平成27年の国勢調査におきましては、えー、人口が微増という形で、えー、人口は増えておるという状況で、えー、いております それからこの総合戦略に掲げるこれ5つの基本目標に対しましてそれぞれ率先、まあ、してやっていこうと精神的にやっていこうというリーディング事業を掲げております本市70のリーディング事業等を掲げておりますこの進捗につきましては現在、約6割の事業がすでに実施を進んでおります。 そしてまた、一部を除き実施済みであるものを含めますれば約9割の事業が取り組みを進んでいる最中であるということでございますまた、大きなその総合戦略に掲げる目標値についても順調に目標を達成しつつあるというような現状でございますそれから、その他国からの地方創生交付金の関係でございます この国からの交付金の交付状況、決定状況につきましては、今年度は地方創生推進交付金という交付金が当てられております、これはまあ大きく3つの項目で、移住関係、それから観光関係、それから産業関係でございますが、これ,はこれにつきましては、合計で約2億円の 交付決定をいただいておりましてこの金額につきましては全国の市町村の,市町村の中で一番大きな金額と。 いいう,うになってございますその他、国の方で新しく、いわゆる企業版のふるさと納税という制度もできましたが、これについても姉妹都市事業についてご寄付いただくようなことも決まっております、そうした中で、やはりこの総合戦略の一番の成果は何かとなりますと、やはり文化庁の移転の決定を受けたということであろうかと考えております、以上でございます。はい 全部言っていただきましたので、ありがとうございましたあの、まあ、人口もです、ねあのえー、今、本市はです、ね、あの昨年の秋の国勢調査の確定値で1168名増えているということで、ま,あ、まだあの特殊出張率も、ね、1.3ということで、えー、0.04増えているということでございまして、まあ、今言われましたようにあの、6割のリーディング事業を実施済み、また9割の事業についてもです、ね、取り組みを進められていると。 またあの交付金の状況もですね2億円ということで全国一番の交付金の決定額であるとこういったことであるわけでございますのでまあ中間年でありますので。 あの,あのし、っかりとですね、また課題もこれから出てくるかとも思いますので、えー、しっかりと見ていただきたいと思います。あの次はあの地方文言改革についてですね、お伺いをしたいと思います。あの地方の発意に目指、えー、してですね、取り組みを推進するということで、平成26年度からあの地方文言改革に関する、えー、提案募集方式がですね、導入されましてこの3年が 経過したわけでございますあの昨年の10月の決算委員会でも質問させていただきましたけれども、最近のです、ね、動き、また動向はです、ね、どうなっているのか、ですねまずここを教えていただきたいと思います。山本総合政策室長、はい。国におけます地方文献改革に関する提案制度の近況についてでございます。平成28年度の提案募集におけましては 全国で303件の提案があり、また、えー、京都市からはあの、他の自治体等との、えー、共同提案を含めまして、79件の提案を、えー、行ったところです、えー。結果といたしまして、12件の提案内容が、えー、実現することとなっております。また、えー、平成27年の提案から継続して検討されていた項目につきましても、3件が実現することとなったものでございます。 はい、ありがとうございます。あのえー、まあ、地方からですね。あの具体的にこれ提案をするということで、あの毎年ですね、えー、あの提案をされているわけでございます、えー、本件も、えー、本市からまたあの共同提案も含めて79件提案されて、12件の提案内容が実現したとこういうことであります。あの、それから今後のですね。まあ、取り組みでございますけれども。 あの先ほどの総合戦略でもですね、あの課題はあの言われなかったわけでありますがあの本市のですね、まああの先ほど人口もですね、1,106,1,168名増えたとしかし、この内容を見てみますと、街中はですね、大変増えてるわけでございます。上行、中行、下行、南区はですね。 えこのものすごく増えているわけであります。しかし、あのこの周辺区はですね、北区、左京山城、山城も570名ぐらい減っておりまして、えー、また西京も2000人、えー、また福島もですね3000人くらいと、こういうことで周辺区はですね、非常に今人口減少しててですね、そして街中が増えてるとこういう状況にあるわけでございます。従いましてこれは今後ますますですね、あの大きくなってくるわけでございますので、今の全国的にもですね、あのコンパクトシティ いよいよ北九州市産なんかも初めてですね、はじめ、この町の集約化ということで、300の自治体がです、ね、まさにこの動き出していると、でまたあの、本市においても、ですね今言いましたように、この周辺区と町中のですねまさにこの町づくり。えー もう変わってきてきございますので私はこの一律の,です、ね、こ,のこれからのまちづくりというのは非常に厳しく差が出てくるとこういったこともありますのでまさらにこの周辺区などはです、ね、都市間連携なども積極的に進めてです、ね、例えば周辺区はです、ね、例えばこの総,合区総合区などをです、ね、の検討もしてです、ね、などの対応もです、ね、必要ではないかと。 ここういういいとも考えているわけでございます地域ごとのまた街中周辺区との格差などもですね、大きく出てくるわけでございますので、私はあの、えー、地方文献改革もですね、まさにこの地方の発意で、えー、根出した取り組みをですね、提案するということでございますので、まあ、将来的なことも含めてですね、まあ、国に提案をして、ですねあの布石を打っていくことが必要ではないかなと、こういうことも考えておりますけれども、この点はどうでございましょう。 松野部長はい地域間の格差の件でございますこのあの地方創生の取り組みが順調であるという私申し上げましたが先生ご指摘のとおり地域によって格差が生じていると人口も減少している地域区があるということは事実でございますやはりこの京都市内の近郊ある発展 人口の増加、それから地域の活性化、これは市全体でなされていくべきものというふうに認識をしておりまして、まさ取り組むべき課題というふうに考えております。京都は町中も、それから周辺部、それから山間地域、含めて各区、地域それぞれに歴史と文化、伝統がございます。 そして多様な魅力個性がございます。そして何よりもまあ,あのそこに暮らし暮らしと人々の絆が根付いているという,ふうに考えております。まこうした地域総体が総体の魅力が京都市全体の魅力になっているものというふうに考えております。 今後,今後ともこの地方創生地域の取り組みを通じましてそれぞれの地域の魅力を最大限生かしながら全体として京都市全体として調和の取れたまちづくりを進めていくことが重要であるというふうに考えておりますしまたそれは総合戦略にも記載されているところでございます。以上ででございます久保委員ど例えば周辺区でこの 区政改革などは文化市民局ということでありますけれどもまたまちづくりということであれば都市計画とこういうことなんですがまさにこの全体のですね今あの総合戦略の中でですねこういうことが今あのトータルでは確かに人口も増えている。 えー、首相率も増えてるとこういうことでありますが大きく今あ地域間格差みたいなことがですね今出てきているのも事実でございますのでまあしっかりとあの二十九年の中間年ということもありますからまあそこも含めてですねあの見ていただきたいと思います、えー、最後にあの市民新聞についてですねお伺いをしたいと思いますあの今市民新聞がですね大変面白いとまた読みたくなるとこういったお声も私あのたくさんあの聞かせていただいておりますこの三月一日号のですねあの この新聞新聞でございますけれども橋,橋渡寸や、えー、怪獣、えー、自身が老朽化成人これまさに面白いですよ <laughs> これはあの私もあの非常に面白くてですね例えばウルトラマンなどはですね あの私の上の世代、このウルトラ Q の時代から、70代の人から、まさらにこの20代ぐらいの方まで,で、幅広い世代の方がですね関心を引くと、こういうこともありますので、非常にあの心の作り方、テーマの設定の仕方も含めて、非常にあの今、面白くなっているわけでございますので、ちょっと現在のですねこの編集方針やですね改善内容などについて、ご教えていただきたいと思います。 上田市長、高市長、はい、あの大変お褒めいただいてありがとうございます。あの編集しているものをあの涙を流して本当に喜ぶと思います。えっ、ー、と私ども市民新聞の編集方針でございます。平成27年の2月から、えー、大きな見直しをいたしました、えー。読みたくなるような市民新聞にしようというコンセプトでございます。えー、改善のポイントといたしましては4点ございます。 1>, 1点目がまず1面から3面ですねこの辺りを十分見ていただくと特にこれは制作、政策,策面でございますどうしてもこれまでですとイベント面を中心に見ていただいていたという傾向がございますのでまず1から3を見ていただきたいというのが1点でございます2点目が記事間の連動性ですとかあるいはストーリーを大切にしたい写真、イラストを多用す,するという点でございます3点目が 職員の顔が見えるような紙面作りをしたいということでございます。市職員がたくさんいろんなところで顔を出して出ております。四点目が文書量を減らすということでございます。この見直しをする前とそれ以降では二三割文書量を減らしているところでございます。以上でございます。久保委員、はいあの大変紙面は面白くなっておりますので、あとはですねあの配布方法ですね。 き、えー、のうも、えー、先週、ですねあの文化市民局の質疑で、まあ、豊田議員の方からあの提案もございましたけれども、今現在、市政協力員による配布ということで、委託業者さんがですね市政協力員のお宅に届けて、お届けをして、ですね指政協力員から担当の所帯に配布するとこういうことでございます。またあの指定協力員のいないな区域はですね 委託業者さんからがですねマンションの管理などの自宅にお届けをするということが今約2万4000所帯あるとこういうことでありますそ,そしてその他にですねコンビニ、地下鉄また公共施設などに置いているとこういうことでありますあの、まあ、今この、この配布についてはですねあの配布物数はですねまさにこの市政教育員さんからの,この申請物数でですね決まっているのが実態であるわけでございますので まさにその先週のこの質疑でも、ですね全所帯なのか、また実際管理の所帯なのかと、こういったこともあったわけでございます。どうかの全所帯に市民新聞をお届けするという趣旨から見れば、ですね外れてるわけでございますので、ほとんどの地域はですねまさにこの市政協力員さんと町内会長さんがですね同じという。 ところが多いわけでございますので、あの負担軽減する意味からもですね。あの、どうかあの移行していただきたいと思います。あの月2回え、全て市民新聞まあ、あの月2回ですねであります。けれども、例えば府民市民と一緒にですね。配るとこういうことはですね。まさにあの当局のえ、府市協調パネルなんかでですね。あのしていただきまして、どうかあのもう一度検討していただいてですね。あの市民の皆さんにお届けできるように。 お願いしたいと思います以上でございます進行いたします道端委員えー、私はあのこの大型汎用コンピューターのオープン化についてまずは少し多あの聞きたいなと思っておりますえー、今回のあの一括処理システムの開発の遅延に関する件はこの第三者委員会が終わらないと多分お答えできないと思うんで、えー、それ以外の件であのー おお伺いいいいさせててたただきたいなという,ふうに思っておりますまず、あのー、私もいろいろ議事録とかいろいろ見させていただいたんですけれどもまずそもそも論でねこの京都市の大型汎用コンピューターをオープン化にするにあたり、えー、今のシステムが、えー、どういう課題があって、あのー、こういう流れになったんでしょうか。田中担当部長 大型汎用コンピューター、オープンカー事業でございます。現行の大型汎用コンピューターを一般に広く利用されている最新技術と機器を使って作り変えようとする事業でございますけれども、その前提となる現行の大型汎用コンピューターの課題でございます。現在のコンピューターで税、重機、国保など市民生活に直結をいたします18業務、106事務を支えておりますけれども、30年前、特定事業者固有の技術、機器で作られたシステムでございます。 これに改修を繰り返して使ってまいりましたため主に4つ課題があろうかという認識を持ってございますまず市内中小企業と他の事業者の参入が困難でございますそうしたこともございまして2点目として競争性が働かないことによる運用経費の高止まり さらには3点目といたしまして、最新の技術を利用した行政サービスへの対応が難しいということ、そうして4点目でございますあの、使っております機器も特注品となりますため、例えば被災時等の早期の代替品の調達、こういったものは困難になる、そのような課題認識の下で、今、オープン化事業を進めさせていただいておるというところでございます道端委員。こ、まあこう4つの,あの課題があって、あのまあオープン化をすると。 いうこことなんですけれども、まああの,このオープン化をすることによって、うん、この4つの,あのことを解消するという目的でされるということなんですけれどもあのその中でいろいろと例えばこの参入が困難が可能になったりとか競争性が働かないことによってあの運用経費が下がったりとか、えー、技術革新で行政サービスへの対応 最新技術を利用した行政サービスの対応ができたりとか、えー、まあ被災時の長期調達ができたりとかいうのが解決されるという認識で、オープン化にすると、それはできるということなんでしょうか田中担当部長。 えーまあオープン化、もと申し上げましたけれども、あの一般に広くまあ利用されている最新技術と機器を使って、刷新していこうというのがあの基本の考え方でございます、そういったことであの、この事業を始めさせていただいておりまして、ただいま申し上げました、あこうした特定の事業者の雇用ううの技術なり、機器なりでのシステム、これに改修を繰り返してきた、そういった課題を改善してまいりたい、そういうことで実施をしておるものでございます。道 具体的に聞かせていただきたいんですけれども、行政サービスの向上ができるということは、その最新機器を使って、どのような行政サービスの向上が行われるんでしょうか田中担当部長。 現行のを使っております大型汎用コンピューターの機器でございます。あの三十年前の機器でございますので、原則としてはクローズな環境を構築することを前提に機器構成なども作られてございます。現在あのまあ例えばまあまあマイナンバーそういったものも含めまして、対外的につながっていくことで。 行政サービス、高度情報化された行政サービスの提供を受けることができるということもございますので、こういったものへの対応がしやすくなる、例えばでございますけどそういったことが挙げられようかと思ってございます道端委員。どうだし、専門用語そぎでわからないんですけれども、市民,に市民がいただくこの行政サービスが、このオープン化によって、どういうふうに向上されるかと、具体的にちょっと教えていただけますか田中担当部長。 例えばイメージしやすくということになりますけれども。あのー マイナンバーカードを活用して個人認証を行ったり、多様な行政サービスを展開できるということで、今、マイナポータルというようなものがございます。こういったものとの連携にあたって、旧来型の大型汎用コンピューターを用いるよりは、連携がしやすくなると、そういった観点がございます。ちょっと市民直接的なものではないかもしれませんけれども、全体のシステムとしての連携がしやすくなる、そういった分で最新の行政サービスに対応しやすいというようなことを挙げさせていただいております。内 要は、うんとまあ、そういう新しいその制度改正とかマイナンバーに対応するためにオープン化にすればあのしやそういう対応しやすくなるというふうに認識でよろしいんでしょうかわかりました、でまあ、その次ねあの、今回の予算内容47億円ですかあの挙げられてるんですけれどもこの概要の方を教えてください田中担当部長はい、えー、47億円。 あの概要でございますこちらあの平成29年度当初予算でオープン化事業関連の予算といたしまして、あの全市でえ47億円ということで申し上げている数値でございます。あの新システムの開発。それから管理運営こういったものでえ3。2億円。 それから現行システムの管理運営で15億円まずこれが大きな内訳になってございますその新システムの開発管理運営の32億円でございますけれども、えー、大きく申し上げまして開発新システムの開発こういった点で21億円それから 補修システムの改修、こういったところで11億円というようなさらなる内訳でございます。新シス現行システムの管理・運営の15億円と申し上げました内容につきましては、保守が9億円程度、それからシステムの改修で約6億円、こういうな内訳になってございます。道大院そのの中でねあのー システムの開発に21億円新システム二21億円というふうに挙げられているんですけれどもこれ、まあ、午前中少しいろんあのご質問、質問があって想定外の追加経費とかそれ以外うん想定外以外の,あの経費というのが含まれていると思うんですけれども想定外というのは少し、まあ、あのこの第三者 委員会が出ないと、少し質問はできないんですけれども、想定、この21億円の中で、想定内の予算と、想定内の予算というのは、いくらなんでしょうか田中担当部長。はい、21億円、あのこれ、新しいシステムの開発のための予算でございますので、これ自体は。あの もともとのオープン化事業として予定をしておりましたあの予算ということでお願いをさせていただいているものでございます道和田委員かりました、そしたらね、あのこの総事業費が、えー、全部で94億6000万、94億6000万であの総事業費が、まあ、計上されて、えー、この時点で、今まで2月現在で今、81億円。 計上されているとでこれに21億円が加算されるということになるんでしょうか田中担当部長 今、先生からおっしゃっていただきました、94.6億円でございます、これ、事業計画を立てました段階で、総合企画局が所管することになるであろう、オープン化事業そのものの事業費として見込んでおったものでございます。現時時点点でで年2月この予算おお願いしております時点で81億円 程度の数字になってございます今申し上げた21億円、これ、この81億円の中に含まれる数字でございますわかりました、これ、まああの、今のところ事業費の,あの計算された中で、まあ、81億円で、まあ、想定外別として、あの81億円ということで、まあ、まあ安く今ところ上がっているという、上がっているというか、おかしいですね、あのその計画されている、あの進んでいるという認識で、 わかりました、でね、そこでね私ねあの、なんでこんなくどく聞くかというとねあの、制度改正のよるシステム改修っていうのが今回2回上がってると思うんですよ、で新システムと旧システムの対応の額がねあの、8、6億と7億なんですよ、新システムの方が高いんですね、その制度を、まあ、マイナンバーとか、それをね、あの変えるときにね、 旧システムの方は6億円で回収できたんですよ。ほんで、新システムの回収は7億円で回収がされると、これ、はじめ説明のときにはね、やっぱりあの、競争原理が働いて、運営経費が下がるというふうな説明でもともとのことを教えていただいたんですけれども、これ見てみますと、制度改正の対応額が大きくなってるような。 これるんですけど、これはどういうことなんでしょうか。田中担当部長。はい。 今、先生おっしゃっていただきましたのは、47億円の内訳の中にあるシステムの改修経費、いわゆる制度改正があった場合に、システムに改修を施さなければならないことに伴う経費というもので、新システムの方で7億円を換算しているのに対して、現行システムで6億円ではないかということでございます。あのここ、前提となっております、制度の改修量、こういったものがちょっと異なっておりますので、予算上の間違いございます。 けれどもあの、おっしゃっておられるように、その新システムにしたからあの高くなるというようなものではないものでございますので、その点、ちょっとご理解をいただければと思います道端委員。まあ,あのな、そしたらあの、今までのシステムやったら、まあ、今回のうんと制度改正のことで、ソフトを更新したら6億円かかるというのが今までの流れですね。だからもう今後、まあ、あの新ししいシステムにしたら システムを更新しなくてはいけない、単純にこれ、6億円に対する分で、この新システムって何本あのなんぼ安くなってあのできるのかっていうのは、把握されてるんでしょうか田中担当部長。はいえー <coughs> 平成29年度で申し上げますと、あのー、想定では福祉システムは30年1月の新システムの稼働これまではあの現行のシステムそれから税と住民基本台帳に関しましては29年の11月からは新システムですがそれまではまあ旧システムというようなことでございましてちょっとそれぞれあの対象にしておりますまあ制度開始の内容であったり見込み方はちょっと変わってございまして、あのー 現行システムで予算計上していただいている内容に直接的にちょっと対象とする数字は今あの持ち合わせていない状況でございます。ちょっとごめんなさい。まもなく3畳回りますが、道端委員の質疑が終わってから休憩したいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、道端委員どうぞ。ちょっとよく、僕も今のあの答弁理解がちょっとあのなかなかできないんですけど、私が聞きたいのはね。要は今までのシステムを使ってて精度がまあ変わって。 システム変えますと変更しますとほんなら旧システムは6円かかりましたほんなら新しいシステムが走りましたほな同じ変更でやるともちろん安くなるはずだという認識なんですけれどもそ,のそれでいくらという資産とかいうのは今回今回新しいシステムと古いシステムが こう、同時に進行しているわけですから、ただ単に一括処理システムがないだけの話ですから、あの、同じ回収だと思うんですね。それで、お、いくらかかったのかというのを聞いてるんですけれども、ちょっとしつこいようですけれども、はい、田中担当部長、はい、えー、申し訳ございません。あのー、ちょっと回収の部分に関しましては、あのー、総合企画局で直接ちょっと担ってない部分が、 大半ででございいまますすので少しし詳細に把握しきれていない部分があります申し訳ございません。ちょっとそれと参考になるものとしてございますけども、あの新システムが稼働するまでの間にございました制度の改正分、これを稼働前に反映させる、まあ、追いつきというような作業がございます。これは回収と同じような考え方で、総合企画局において予算を計上させていただいておりますけども、あの作業量が異なる場合がございますので、総額での比較、難しいんでございますけども、この場合の単価、いわゆる、まあ、 作業していただく SE さん的な単価、こういったものは前のシステムより今のシステムの方が安い形で見積もりをきておりまして、予算計上させていただいております茶田委員、これ、比較できる数字っていうのはちょっと上げていただくようにお願いして、資料要求してよろしいでしょうか。資料要求ししてててまますす、はい、かせていいたただきますそらこれ以上聞いても あのなかなかあの遅延の方に入ってしまいますのであの、あまり質問を控えさせていただきますけれども、またあのシステムの,その第三の委員会だったら、またいろいろと質問させていただきたいと思いますので、ただ、まあ、やはり新しいシステム100億円かけてやって、コストが下がるというあの目的なんですので、その辺はしっかりと答弁していただくようにお願いして、次に行きたいと思います。 でその次に、えー、管理運営費にじゃなくて、すみません、市政情報総合案内コールセンターについて、まあ、あのいわゆる京都、いつでもコールの業務ということなんですけれども、それについての概要だけ教えてください。上田市長、公室長。はい、えー、コールセンターについてでございます。えー 市民の皆様と市政の距離を縮めるという意味で、公聴、広くお声をお聞きするという、こういう機能については、市役所にとって大変重要であるというふうに考えてございます。 私どもの方で市長への手紙制度ともう一つはこのコールセンターという事業を持っておりますこのコールセンターにつきましては平成18年からスタートしておりまして現在の委託をしている事業者さんとは平成27年から5年間の契約でやっているところでございます年中無休時間は午前8時から午後9時電話ファックスメール等で ええ、お受けをするっていう形になってございます。以上でございます。道端委員。まず、あのお伺いさせていただきたいのが、まあ、あの、この。問い合わせ件数。この近年の問い合わせ件数の、まあ、内容を教えてください。上田公室長。はい。えー、平成二十七年度につきましては、え八万五千百五十一件の、問い合わせがございました。 1>, 1日平均で言いますとだいい二230ぐらいでございます平成28年度、今年度ですねこれはあの12月末現在ですけど7万1782件1日でいきますとだいい二260件ぐらいということでございます。 でお問い合わせのございました内容で,ござ内容ですがあの基本的にはあの市民の皆様の、えー、日常の生活に一番近いところに関するお問い合わせが、えー、大変多いというふうに考えてございます、えー、例えば、えー、分野で言いますと保健福祉的なことに関しましては大体いい3割から4割の間ぐらいあと市民の窓口市民窓口区役所を含めましてについては 14%ぐらい、あとはゴミですね、でこれが10%ぐらい、これがえ主な問い合わせの質問分野であろうというふうに考えてございます道端委員、1日260件ぐらい電話がかかってきて、あのいろいろとこう年がら年中,年中無休で、8時から、えー、晩の9時まで、すごくこう、 大変な作業なんですあの、大変なこう対応だと思うんですけれども、その中で、まあうんと、トラブルというかうん、まあ、なかなかうまいこといかなかったっていうのは、把握されてるんでしょうか上田、はい、え室、ー、長。まずあの、オペレーターの方で、えー、お電話をお聞きするわけですが。 コールセンター内で事務処理が完結するということに関しましてはだいたい96%ぐらいが完結してございますでさらにコールセンターでは少しお答えできなくて担当課に引き継ぐというものが 96%, 96以外ですからだいたい4%ぐらいというような状況でございますで、えー 私ども、えー、満足度調査というのを年2回ほどやってございまして、コールセンターのオペレーターの対応につきましては、まあ、ほぼ5点満点中5点あるいは4点というような状況でございます。ただ、今おっしゃいましたように、例えばコールセンターの対応の問題も含めて、トラブルがあった場合ということでございますが、これにつきましては、 私どもの広報の方に連絡がありますのは年に2あるいは3ぐらいの件数でございますどういうルートをたどっているかと申しますとまずオペレーターでお話を聞きましてそこで解決できなかった少なくともその窓口に関するトラブル苦情に関しましてはその指導監督であるスーパーバイザーに話が行きスーパーバイザーでお話ができなかった場合はマネージャー管理責任者です でそこで、えー、話が、えー、きちんと整理ができなかったものにつきましては、えー、広報担当の方に連絡が来るという、うん、こういう手順で進めているところでございます。三大ということは、こんだけあってあの市長、そちらの方に行くのは2件しかなかった、年間に。ということはかなりこのあの任せておるこの会社がしっかりとしている認識であのよかったのでしょうか。本当にこの… なんえ8万件あって、本当に、まあ、言った言わへんとか、まあ、いろんな問題あったり、そういう問題でこっちに上がってくるのは2件というとの認識でよろしいんでしょうか上田ご、はいえー、ともちろんその、えー、お電話されるときに、例えば、えー、もともと 何かの問題でクレーム苦情言いたいということでかかってくるケースもございますからそういうものは当然抜いているわけでございますが応対に関しましては私ども300項目ほどのマニュアルを作りましてさらにそのマニュアルは常に更新をするということで考えてございますでもちろんこういうオペレーターは皆さんあの最初の電話を取るまでに10日間ほど研修をしてしっかり 個人情報保護、さらに姿勢の情報の把握などもしっかりした上で電話を取られるという状況になってますのでそういう意味では安定してしっかりと仕事をしていただいているという,ふうに考えているところでございます。道 かりましたなら、まああのー、そのように、まあ、私のところの事務所に所に一ん相談がありましてあの言うた言わへんとか言うていろいろと、あのー、対応させていただいたんですけれどもそんだけこうきっちりとやっていただくというのは安心させていただきます、えー、その次に、ねあのー、イントラネットの管理運営について、あのー、お伺いさせていただきたいんですけれどもまずはあのこの、えー、6, 6億7万です万の内訳と内容と概要を教えてください。 米谷情報化推進室長失礼いたしました。あのイントラネットの管理運営の内訳でございます。あのイントラネットの整備推進といたしまして、あの PC の賃借ですとか、えー、中に乗っかってますオフィスのライセンスですとか含めまして約三千三百あすいません三億三千八九百万円ぐらい。 それからです、ね、あの情報システムの基盤の整備、推進といたしまして、これはあの通信回線ですとか、ネットワークの運用、それからまあサーバーとかでございますが、約1億9400万円、それからあの民間データセンターの活用で、約6000万円などが含まれております、あ,あと情報セキュリティの対策で、約7900万円ということでございます。道端委員 そもそも少し、あの最近、横文字がいっぱい増えてくるとちょっとよくわからないですけイントラネットっていう意味を、少しあのご説明願いますか、はい、米谷市長、はいあの。京都市の職員が、えー、文書作ったり、えー、情報共有をしたりするような仕組みをイントラネット、インターネットに対しまして、インターネットは外に開かれてるという意味でございますが、イントラは中へという意味でございます。 その京都市職員が相互に情報を共有したり、決済を回したりというようなシステムを中に作っております、そのために1人1台パソコン、まあ、1人1台ではない職場、それからあの区役所等ではそんなに多数配備されていない場合もございますが、それらを用いまして業務を推進していくというような基盤のシステムでございます三島隊員。 言いづらいんですけれども、イントラネットのこの管理運営のいわゆる予算がね、今、過去を調べてさせていただきますと、年々5000万ずつ、ずっと上がってるんですよ、あのこれはどういうあの技術革新なのか、よくわかりませんけれども、どういう経費がかかってるのか、少しご説明いただけますか、米谷市長、昨年から今年にかけましても、約5000万、えー、上がっております。えー 過去多かったのがあの情報セキュリティの対策、えー、日本年金機構の事件等もございまして、それに対応して、えー、京都市でも、えー、いろんなセキュリティの対策を打っておりました、でえー、来年度に関しましても、えー、日本年金機構の情報流出対策を受けた国の、えー、指針というか、3層の対策ということで、えー、都道府県単位でセキュリティのクラウドを作って、そこに参加すると。 いいうことがございましたそれに対,対しまして、約4000万円ほど増えておりますが、逆にあの京都市が今まで構築してきた分を減らしまして、約それが2700万円ほど増ということになっております、あと残り約2300万円でございますが、あのイントラネット、先ほど申しましたように、職員が仕事する上で、だんだん不可分なものにあの不可欠なものになってきております。 台数も徐々に増やしておりますし、あとはその賃借料、保守料も増えていくのですが、賃借料、リース代でございますが、5年前のパソコンのリース代に比べまして、相当上がってきております、5年前は円高ということもございまして、安くパソコンが調達できたのでございますが、近年、それよりはちょっと高くなっているということもございます。その件そのの ようなものを含めまして、約2300万円以上が増になっていると、合わせて5000万円増になったということでございます委今、員、まあ、今年の事情は分かったんですけれども、例えば26年度は4億6000万、27年度は5億8000万、28年度は6億2000万、29年度は6億7000万と、本当に順々に階段状にこう上がってるんですね。ずそれのの理由はパソコンだだけの問題だと とはそのと々のこの事情があるのかなと思うんですけれども、主に、えー、このセキュリティのあの関係でっていうふうに考えてよろしいんでしょうか、それとも毎年いろんな事情が出てきてこう、値段が上がっていくというふうに、あのこの、まあ、1年間、2年間、3年間、4年間ですか、そういうふうにとっておけばよろしいんでしょうか。米谷市長、はい、あの過去、えー 5年われわれもちょっとあの見ておるわけでございますが、その年度年度によって、ちょっと原因が異なっております、行政業務情報システムというものがございます、あの中で、財務会計を回したり、決済したりするシステムの更新時期でありますとか、イントラネット、先ほど申しましたように、パソコンのリース替えの都市、それから情報セキュリティの向上に強化をした都市、それから情報システムの基盤、まああの クラウドと呼ばれるサーバーを NT、まああの業者さんから借りてそこに構築をしておるわけでございますがそういうものの構築費がかかった年というようないろいろございます道端大委分かりました要はその年年年の課題というのがそういうのが変わってくるからこういうふうに上がってくるというふうなことで認識でさせていただきますで次にこの、えー、っと複合的媒体に えー、媒体を活用するクロスメディア広報事業、まあ、について少しお伺いしたいんですけれども、これもまた質問があったと、あの質問があっていろいろお答えがあるんですも、改めて、あのー、簡潔に少し時間がありませんので、あのこの概要とあの、概要というか、ここで一番力入れなくてはいけないというところは、どこか教えてください上田厚室長。 聞けなかったですが一番近いあ力あはいはい承知しましたはいえー、とこの授業につきましては、えー、例えば私ども情報入手するときに、えー、テレビで見るあ面白いなとで、えー、携帯電話で調べてみるさらにその上でパソコンで調べてみるっていう風に、えー、いろんなメディアから情報を順番に取っていくとじゃあそういういろんな情報を取るところに いろんな形で我々が情報を置くことによっていろんな多角的に情報が市民の皆さん、国民の皆さんに入っていくと、これがまさに私どもの考えているクロスメディアの意味でございます。今回ここの取りり組みをすることによりまして一つは 市民の皆様への訴求力がこれまで以上に高まるのではないかなということを考えてございますでさらに午前中にも申しましたがこれまでバラバラになってました契約を1つ大きくすることによりましてプロポーザルコンピをした場合の企業の皆さんの競争 で手を挙げていただく件数が多くなるですとか、あるいは、えーまあ、規模の効率性というんでしょうか、規模の経済性というんでしょうか、えー、同じ金額でもいいものができる、まあ、こういうものを期待しているところでございます道端委員、すごくこれ、あのお話聞,いて聞かせていただくと、すごくあの使いようによっては、市のいわゆる情報が非常にこう伝わるあの手段だと思うんですけれども、私が一番力を入れてほしいのが、やっぱり、 拡散していただく何本内容が良くても誰も見てなかったら誰も見ないようなあの京都市のホームページにポコッとこう出るようなレベルではあの絶対誰も見ていただけませんので今本当にあの拡散ということの方法でそれでまあ専門的にそれを受け負ってる会社というのもあ,のありますのでだからやっぱりそういうことも踏まえていっぱいこうせっかくこうきちっと作ってコンセプトを作ったやつを 本当に再生回数1億回とかね、もうそこぐらいに、ね、目指すように、えー、本当にやっていただきたいなと、要望して終わります、はい、道端委員にお聞きいたしますが、先ほど委員が要求されました資料ですが、オープンデータに関して制度改正に伴う新システムと旧システムによる回収費用を比較するなど、分かりやすく説明してもらいたいというもので、よろしかかったですか、はい、この資料については、リー者提出できますか。 田中担当部長、はい、29年度、当初予算に計上しています、約47億円、この内訳としての新旧、それぞれのシステムのシステム改修費というものの資料でございます、関係局と調整の上ご提出をさせていただきますあの質疑を聞いてますと、ちょっと噛み合ってなかったので、図に示すなど分かりやすく資料にまとめていただきたいですが、いいですね。では、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか、ご異議ありませんので、求めることに決定いいいたたししまます以上のおかか速やかに提出いただくようお願い,いたします。 次、えーの,まま、の途中ですが3時35分まで休憩いたします。勝手に建物はごまんで